ートミール結構脂肪多いんですよね、はい、蕎麦なんかも胃がにあります、うん、皆さんこんにちは、山本由伸です。今回も竹田子タンクはですね、ちょっとダイエットについて質問があるということですので、はい、それについてお答えしていきたいと思います、はい、先生のご指導のおかげで本当にケトジェニックが自分にしっくりくるようになって、自分でも先生にある程度意見をいただければ微妙な調整ができるようになってきたなって実感があるんですけど、逆に今だから聞いてみたいのが、ローファットで完璧に成功するパターン、最速で成功するには何が大事なのかなとかっていう鍵を逆に今聞いておこうと思います、はい。ローファットで大事なのは、はい、糖質をちゃんと取ることです。まあ、ローファットというのは、まあ、もちろんダイエットに入っているわけなので、はい、ダイエットするとなると糖質も控えて油も控えるという方がとても多いんですけれども、うん、それが一番いけないんですね。両方を控えてタンパク質ばっかり取る、これが筋肉を落としてしまう原因になります。ローファットの時はあくまでも糖質をエネルギーにする、はい、ということがポイントになりますので、糖質はちゃんと取らないとダメです。糖質取らない、脂肪も取らない、そうなりますともう低血糖になってトレーニングもできないし、日常生活も全然まあダメになってしまう、はい、すごく空腹感もあるということになります。ですのでいかに糖質をちゃんと取るかということなんですけれども、全体のカロリー比としてどれぐらい取るかといいますと、はい、60% ぐらいは必要になってきます、うん、大体日本人の一般的な食生活で糖質って 55% ぐらいなんですね。で脂肪がまあ 25% ぐらいなんですけれども、ローファットできるだけ脂肪を落とすんですけれども、ただまあ食事の中にどうしても脂肪ってちょっとずつ入ってます、はい、ですのでもうかなり厳しいローファットにしたとしても 10% ぐらいになってしまうんですね、うん、ですので脂肪が 10%、はい、でタンパク質は 30% ぐらい取りたいので残り糖質 60% ということになってきます。ですので普段の食事からちょっと糖質の割合増やすぐらいの気持ちにして、その代わり脂肪は完全にカットするということが大事になってきます、はい。まあ、脂肪を完全にカットするってことになるとなかなかタンパク源が難しいですけれども、はい。まあ、一番分かりやすいのは卵白ですよね、うん、ちょっと卵黄がもったいないですけれども、卵白をメインにしたりとか、はい、あと、まあ、ボディビルダーといえば鶏のささみですけれども、はい、まあ、ささみにする必要はなくて、はい、普通に胸肉で皮を剥げばかなり脂肪をなくすことができますので、うんうん、それでもいいと思います。まあ、鶏胸肉、皮なし、卵白、はい、そしてあとは白身魚ですね、うん、タラですとか、はい、あとヒラメとかタイとか、はい、そうした白身魚、ただそのあたりちょっと高い、うん、高いので、まあ、安いものとしますとツナ缶に、ノンオイルのツナ缶があります、うん、これはもうボディービルダー御用達とも言えるんですけれども、はい、ノンオイルのツナ缶で水煮ですね、うん、そうしたものも使えるかと思います。あとはまあイカとかタコとかエビ、ホタテ、はい、そうした甲殻類、貝類なんかもかなり油は抜けますので、うん、そのようなものをタンパク源にしていくと、そうすればかなり脂肪は抑えられるということになるんですが、ここでちょっと罠があるのが、はい、糖質にも結構脂肪が多いものが多い、はい、オートミール結構脂肪多いですね、以前ありましたね、この話、はい、あとはまあソマなんかも以外にあります、うん、ですので、まあ、糖質をちゃんと取って脂肪を完全に控えるとなると、ここでおすすめなのはお米になるんですが、はい、まあ、ジャスミン米とか、はい、あと、まあ、タイ米とかですね、うん、ローカット玄米、はい、そのあたりのものがかなり、まあ、脂肪が少ない糖質源ということになります。そしてもう一つおすすめしたいのが芋、うん、じゃがいも、さつまいも、里芋、はい、そうした芋類も脂肪がかなり少なくて糖質ちゃんと取ることができます、はい。まあ、私はかなりさつまいもをローファットの時に食べていて、まあ、やっぱり甘くなりますのでね、で美味しく食べることができるということもありますので、あとさつまいも、じゃがいもなどはカリウムが多い、あ、ビタミン C も多い、で減量中って結構カリウムが足りなくなってしまうことが多いんですね、はい。まあ、普通の食事なんかだとカリウムって果物とか野菜なんかにも入ってるんですけれども、はい、減量中って結構カリウムがなくなってしまいますので、うん、それを芋から取るというのもなかなかいいんじゃないかなと思います、うん。ケトジェニックは糖質を抑えてるんだから栄養源が脂肪だから体脂肪がすぐ燃えるっていうのが理屈として分かるって人が多いんですけど、はい、一般的な人はほとんどローファットやってるから疑問に持ってないかもしれないですけど、ケトジェニックが逆に好きな人からすると、なんでローファットは糖質を取ってるのに体脂肪落ちていくんだろうっていうのがふと疑問になる方がいると思うんです。これは先生どう言ったものでしょう。もともと食事の脂肪と体脂肪というのは別のものでして、うん、そうですね、はい、例えば普通に脂肪も糖質も取っていたとしても、体脂肪って普段からエネルギー
ルギーとして使われてるんです、うんうん、まあ、特に運動とかしないでも普通に日常生活生きてるだけで体脂肪ってエネルギーに使われてるんですね、はい、ですので体脂肪というのは合成されては分解されて、はい、分解された時にエネルギーになっていると、うん、まあ、日常生活、まあ、呼吸症っていう言葉もあったりするんですけれども、うん、二酸化炭素の割合これで分かってくるんですが、普通にしてると大体半分ぐらいがもう脂肪でエネルギーが使われているということが分かってます。それでだんだんトレーニングがハードになってくると今度は酸素が使われる割合が高くなってきて、そうすると糖質がいっぱい使われるんですけれども、何もしないでいると、まあ、脂肪が主にエネルギーとして使われてくるということになってきます。ですので何もしない状態でも体脂肪は分解されてエネルギーになっている。例えば有酸素運動なんかだとその脂肪の動員の割合が増えるということにもなります。ただ無酸素運動であってもトレーニングしてセット間のインターバルとかでそんなに動かないけれども息は上がっている状態、はい、そういう時には脂肪がエネルギーとして使われるということになります、うん、あとはまあ筋肉が壊されてその炎症を治して筋肉を修復する合成する、うん、そういう時なんかにも脂肪をエネルギーとして ATP を作ってやっていくというようなことになってきます。ですので、まあ、取った脂肪と体脂肪は別、うん、ですのでローファットであっても糖質がエネルギーであっても体脂肪は普段から使われてますよ、うん、ということになるわけです。体の中に入れている脂肪減った分その分解の方の方が入ってきて体脂肪が増えていくというか回復する量が減っているから脂肪がどんどん長期的に見ていけば落ちていくはずという考え方が大丈夫です。これは僕も今ちょっとすっきりしました先生。あと先生、ダイエットの時ローファットやる時は GI 値が結構大事な話になるのかなと個人的に思ってるんですけど、これはどうでしょう。トータルのカロリーが一緒だったら GI 値はあまり関係ないっていうようなことを言う人もいるんですけれども、はい、これはですね実際にマウスとかで実験したところ、はい、やっぱり GI 値低い方が体脂肪減りやすかった、はい、というような報告もあります、はい、あとは GI 値低い方が明らかにインスリンの感受性ですね、はい、血糖値が一気に上がって一気に下がるってことが GI 値が低いものだとそういうのがない、はい、血糖値が安定している、うん、となりますと、まあ、インスリンの働きも安定している、はい、一気にインスリンが出て一気に抜けていくというようなこともないということになります、はい、そのようなことを考えていきますとやっぱり GI 値が低くて血糖値が安定できる、うん、インスリンの出方も安定する、そして、まあ、消化吸収がゆっくりだと腹持ちもいい、はい、空腹感も少ないということがありますので、ダイエットにはやっぱり GI 値の低い糖質の方が有利ということにはなります。ただ GI 値の高い白米とかでも食べ合わせで低くすることができます、はい、うん、まあ、いわゆる先におかずを食べてその後に白米食べるとか、はい、なかなかそういうのって難しいですよね、まあ、普通先に肉だけ食べて最後に米だけとか、はい、なかなかそういうことできないんですけど、はい、まあ、先に野菜を食べて、うん、その後白米と肉とか、はい、そういうのはまあありだと思いますので、そのような食べる順番、はい、あとはよく噛むこと、はい、そしてお酢ですね、まあ、そのものなんかをいっぱい食べることによって吸収をゆっくりにすることができる、GI値下げることができる、まあ、あとは食物繊維、はい、を取ることによっても GI 値を低くすることができる、あとは油がいいんですけれどもローファットの時はちょっと油取るわけにいかないので、はい、このあたりですね今お話した食べる順番ですとか食物繊維、はい、お酢、そのあたりを気をつけていただければ、はい、白米とかでも十分に GI 値が低いものと同じ効果を得ることができます、はい、食事回数と糖質の配分、時間による配分っていうのが僕は個人的にローファット前回増量期やってて感じたんですけども、ケトジェニックだと3食で十分体賄えますって話はケトジェニックの解説で以前しているんですが、ローファットの場合は逆に回数は多くした方がいいんですよね。そうですね、ケトジェニックに比べますとどうしても糖質を取るローファットの場合、はい、血糖値の上下がありますので、はい、それを考えますとできるだけ小分けにした方がいい、うん、血糖値が安定できるということもあります、はい、ただトレーニング前とか、うん、そのあたりはトレーニングのエネルギーとして糖質が必要になる、はい、でトレーニングが終わった後もグリコーゲンの回復のために糖質が必要になるということもありますので、トレーニング前後にちょっと1日のうちの糖質の量を多めにトレーニング前後に持ってきて、他はちょっとずつ散らしていくという感じにした方がいいと思います。例えばなんですけども、デキストリンパウダー、バルクさんも出してますけども、デキストリンパウダー増量期のイメージで使っていらっしゃる方多いと思うんですけど、減量のローファットの時にトレーニング中、トレーニング直後にデキストリンパウダーである程度カーボンを集めちゃうっていうのは、これは戦略的に OK ですか。
それもありです。十分ありなんですけれども、まあ、他食べれないんですよね。大の人はですね、ちゃんと食べ物で食べたいんじゃないですか、ね、そうですよ、はい、戦略的にやるんだったらそういう手段もありということです、はい、効率的にはどうなんですか先生。固形食の方でまんべんなく食べておいてトレーニング中そこまでデキストリンパウダー使わないのと、デキストリンパウダーとかを使ってトレーニング中後に集中させて日中我慢、まあ、我慢するか抑えてしまうのはどっちの方が健康しやすいですか。まあ、日中我慢してしまいますとその時にちょっと低血糖、糖心性が起こってしまうということもあると思いますので、やっぱりできるだけ散らしていった方がいいかと思います。これ意外とやっちゃうかもしれなかったのでよかったです、聞いておいてありがとうございます。今回はローファットについて竹田子さんからの質問にお答えしていきました、うん、はい、参考になるかと思いますので、ローファットダイエットやってる方はぜひこちらの動画をご覧いただければと思います、はい、今回の動画面白かった、興味が持てたという方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。